はい。 がございいます上司が教えてくれない営業のコツ今日は相手の感情が見えない本当の理由ということを手前でお話をしていきたいなと思います打ち合わせをしててですねなんかこの人何考えてんのかわかんないなとかあのこの人何今何思ってんのかなみたいなことって思うことって結構あると思うんですよねで営業してるとやっぱこの状況って辛いじゃないですかいやわかってんのかな伝わってんのかな今日持ってくれてんのかなみたいな時でまあ当然なんかよくわかんないけどボンボンって話が進むのであればいいんですけどまあなんか 難ししい顔てて聞かれて、まあ、なかなか話も最終的に進まないし何だったんだろうこの打ち合わせはみたいなことになってしまうっていうのは当然避けていきたいですよねということで、まあ、なんで相手がまあ感情を見せない見えないっていうのは要は相手側が自分の感情をなかなか表に出してくれないっていうことなのでなんでそうなってしまうのかっていうことを今日はお話ししていきたいなと思いますで、まあ、そもそも相手の感情がなんで見えなきゃいけないのかって話なんですけど打ち合わせをしていて商談をしていて でまあ、最終的に受注をいただいてみたいなときっていうのは、どういうまあメカニズムでというか、どういう流れで進んでいくのかっていうと、一番最初に感情が動くんですよ。 行動が起こるなので要は相手側が何、まあ、か面白そうとかすごいねこれみたいな気持ちを出してくれるタイミングが出てこないと、まあ、なかなか話って進まないですよっていうことですねでその上でじゃあ理解をしていく、まあ、真剣に考えるフェーズが、まあ、そこで納得を思考して納得をしてもらって行動するという流れが出てくるので、まあ、要は相手側にちゃんと気持ちを見せてもらわないと難しいですよねって話なんですよなんでまあ感情がこう感動してもらうっていうことではあるんですがでその感情を 営業家が見たいっていうのは一つはその自分側の提案に対して面白そうとかあすごいねみたいな興味をちゃんと示してほしいということと合わせてもう一つはヒアリングのタイミングなんですよね要は真剣にこの悩みとか話してる内容っていうのは悩んでるのかとかこの問題に苦しんでいるのかみたいなこととかを把握しておかないとどんなにいい提案をしたとしても相手側が求めていなかったら当然意味がなくなってしまうので相手側が何を話すかっていうことと合わせて今相手がどんな感情かっていう いうことを把握しておくっていうのは、まあ、提案のタイミング、あとヒアリングのタイミング、2つのタイミングで必要になりますよということですね。なので、常に営業をやっている人は、相手が今どんな気持ちで話しているのか、その言っている言葉に対しては感情が伴っているのかっていうことはしっかり把握をしていかなきゃいけないということになります。で、じゃあ、冒頭の,あの今回テーマである相手が感情を、相手の感情が見えない、まあ、要するに相手が感情を見せてくれない理由としては、基本的には4つ。 ありますと、一つ目、人見知り。 ですね、要は相手、まあ、そもそも自分が誰か関係なく人見知りの場合っていうのはなかなか自分の感情を見せてくれないケースが多いので、まあ、こういう場合は、まあ、ある意味仕方がないですよねというケースです。でじゃあ人見知りの解決策は何かって言ったら、えー、と人見知りな、知らない人とはちょっと距離を置きたくなるとか話すのが苦手っていうことであれば1回のタイミングですればやれぱ完結させるのではなくて複数回訪問を重ねていくしか、まあ、やり方としてはないですよねということになります。はい。 2つ目が緊張ですね。要は緊張状態になってしまうと相手側が何か自分を表現するということがやっぱり止まってしまう可能性が非常に高いのでもし相手が緊張している場合に関しては緊張をほぐしてあげるコミュニケーションを取ったりですとか、まあ、説得力を上げ,る場面ってあの上げる方法として何を話すかどう話すかの前に場所の 場所を変えるみたいなことも一つの方法なんですよ。なんで、いつも会議室でやってますとか、まあ、先方の打ち合わせルームでやってますみたいなときを、あえてまあランチを一緒に食べながらやるですとか、まあ、カフェでコーヒーをす,すりながらみたいな形で、場所を変えてあげるっていうのも方法の一つですね。はい、で、3つ目、思考停止。まあ、実はすでに何も考えてないっていうケースもあります。その場合っていうのもすでに相手側が必要性ですとか重要度みたいなことを気づけていないケースが多いので、 まあ一旦ここで話をしてもしょうがないケースですね。で、まあ、何も考えてない場合っていうのは、そもそも興味がないっていう場合と、他に何か問題とか悩みを抱えているみたいなケースも当然あり得るということですね。えっ、ー、と、まぁ、先月です。今月頭ですね。私、子供を産まれましたけど、なんかもう嫁から LINE が来,るし来た瞬間に、まあ、もうちょっと頭止まるんですよね,すよね。生まれるかもみたいな形になるので、なんかそういうふうに他の心配事とかがあると、やっぱりそのタイミングで話をしてもなかなか伝わらないので、そういう場合は一旦時間を、タイミングを改めた方がいいかなということですね。 で最後、4つ目が警戒。 ですね。まあ、人見知り、緊張、思考停止、最後が警戒ということで。要は、まあ、こちら側のこと、をまだ信用してもらえてないということですね。なので、営業が行うべきっていうのは、人見知り、緊張、思考停止、警戒、この4つを、いかに4つの壁を乗り越えていくかっていうことを考えなきゃいけないということですね。で、この人見知り、緊張、思考停止、警戒っていうところの中で、もう思考停止の場合はもう仕方ないですけど、やっぱりそのタイミングっていうのはすごく大事なわけですよ。なんで、営業打ち合わせをしていく中でも、少しそのタイミングを変えてみる。 場所を変えてみる、当然話,して話す内容を変えてみるであったりとか商談の途中でちょっとなかなか相手感情を見せてくれないなみたいな場合でいけば一旦提案をストップしてでも、まあ、アイスブレイクであったりですとかちょっと雑談をしてみたりみたいな形で話を一回聞き入れる方向であのー。 会話を変えていった方がいいケースは非常に多いです。この人見知り緊張、思考とし警戒の状態でどんなに話をしたところで次のステップに進むことはないです。さっきこれはボ頭をお伝えした通りで、感情が動いて、思考が動いて、行動になるので、感情を突っ飛ばして思考が行くということはありませんので、まず感情がちゃんと動く状況をしっかり作った上で、えー、ぜひ営業提案していただきたいなということを今日この話させていただきました。お伝え上です。営業チャンネル 本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味を持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。また、ツイッターもやってますので、ご興味を持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。